はい、イヤホイです。はい、ということで iPhone で画面録画する方法を紹介したいと思います。まず設定画面を開きます。で、その後コントロールセレクターをタップします。下に新しく出ているコントロールカスタマイズを選択します。それでこの下の方にある画面収録というマークの左側のプラスをタップします。すると上に移動するので、これでコントロールセンターに画面収録のアイコンが追加されます。右側の線をタップしながらスライドすると位置を変更することができます。はい、これで追加されたことになっています。この数字の減っているところをタップすると録画が開始されます。それではポケモン GO というアプリを使って実際に録画画面を試してみたいと思います。このように実際の画面の映像をそのまま録画することができます。上にずっとこの赤いラインは表示されるんですが、この赤いラインを最後タップすると録画停止しますかという画面が出てくるので、そこで停止を押すと停止することができます。これですね。はい、ちなみに iPhone は iOS11 以上じゃないとこの機能は追加されておりません。アップデートの方をしてください。